さあ今日は久々に車をいじろうかと思います。何をするかというと、今回はですね、車の中にデスクを作ろうとしてるんですね。僕の車エースケをですね、モバイルオフィス化計画というのを企んでいます。これ何かというと、やっぱりね、今時テレワークとか、それからリモートワークなんて言って拠点を持たなくても働けるっていう、そんなスタイルが流行ってきてるかと思うんですけども、僕の場合はじゃあこのハイエースが移動型オフィスになったら、さらに好きなところで仕事できんじゃん、ネットさえあればっていうことで、今回、エースケの中にデスクを作ろうと思ってます。モバイルオフィス用、オフィス用のデスクです。これは車中泊で使うものではなくて、完全にそのモバイルオフィスとして使う時だけに、できる折りたたみのデスクですね、作ろうとしています。しかも快適に、パソコン作業ができるようなデスクを作ってみようと思います。まあいつものことながら、僕の手抜き簡単 DIY でね、作りますので、もうまあサクッと簡単に、今は、大型のホームセンター向かってますね。いつもの僕の聖地です。行ってみましょう。 Here we go。 いつものここに到着。なぜ僕はこんなクソ暑い日に DIY やろうと思い立ってしまったんだろう。汗止まんねえ。頑張ります。まずはこれね、この棒。これハイエースのバンタイプだと、後ろの荷物が飛び出してこないように、こういうバーがくっついてるんですね。普段外しちゃってるんですけども、これをテーブルのベースにしようかなと思います。こちら。完成まであともうちょっと。頑張れ。熱い。わずか1時間半ぐらいで完成。取り付けてみましょう。
っと、ここだった。よいしょ。さて、まず最初に、OK。ここに。さて、これをこのように刺すと完成しました。これが私が考案したモバイルオフィスデスクシステム完成です。材料費約4,000円、作業時間わずか1時間半で完成しました。ここでパソコン仕事をしたいとかね、外に出てもお仕事ができます。車の中で素晴らしいじゃないですか。これ早速ね、近日、実際に外で、オフィスワークをしてみたいと思います。おーすごーい。え、どうなってんのこれ。座ってみて。モバイルオフィスでございますよ。どうですか。だいたい2人が座るとこんなイメージ。マイク自体とかにモニターを置いても一番重くないようなところはちょっとね、こっち側の強度があれだけど、まあ、でも全然ノートブックいいもん。いやもう全然、うん、仕事はできるやね。簡単ではありますけどいい感じに、はい、で、これどうやって畳むかっていうと簡単、足取って下から。何やってんの。テーブル作ったの。そう。でしょ。そしたらここにパッチンするやつ。出てくしよ。これをちょっと足動かしてみる。移動中はこういう感じ。素敵。ね。で現地に着いたらこうやって足を出して。あ、なるほど。さあ。これカタ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 チーンだよ。細かいところの作りは雑ですけど、僕のザ・ヘルプ DIY としてはかなり OK。 モバイルオフィス完成しました。あら、本当？あら、見つけてくれてありがとう。あとオレンジの Dude, that father is 10 men permed!